どうもポンシラです。今回はこの前4周年のリミテッド確定ガチャみたいなやつでサルベジを引くことができたので、今回はこんな感じのサルベジを入れたサイヤ人編パーティーで PVP やっていきます。このサルベジは範囲特殊で特殊アーツがめちゃめちゃ強いんですけど、このヤジロベイが特殊アーツを所持しているということで、この2人めちゃめちゃ相性いいと思うので今回は組ませて使っていきます。それではやっていきましょう。さあ来ましたね、お相手さんは未来パーティーに龍拳ピン刺しですね。これ緑出してもいいんですけど、このラディッツくん戦力外通告来てるんでちょっとさすがに出せないですね。ただこれはヤジロベイくんの色が刺さってるんでまだやれるはず。さあよろしくお願いします。オッケー、特殊2枚ある。早い回避取りたい。オッケー、最速だけどまあこれは特殊でいいでしょう。カバチン向こうあるんでね。遅いぞ。いいよいいよ、優秀だよ。さあここはカバチェン向こう切れる前に連続打ちして必殺までつなげていきましょう。いいね、優秀だよ。くらえ。さあここはニャニャミスった。今甘いこうと思ったんだけどな。ちょっと待って、死ぬ。これさ終わったくね。あ、いやでも結構硬いな。変えてきたら変えたいんですけど、いやいいや、もうヤジロベに変えちゃいましょう。この子特殊で回復あるんでね。逃げてみろよ。いやコンボつながりすぎ。やばいやばいやばい、もう50コンボ超えたって。ただコンボ補正あるんでさすがにそん、いや結構効いてんな。さあここはタックル回避いきましょう。オッケー、ここは突っ込みましょうか。特殊怖いんでね。いやここ跳ねちゃってるな。2連でいいかな。いや回避してくるか。お上手。ちょっと待って、これやばない、マジで。痛い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 。いや待って、危な。タックル回避ってそのまま行きましょう。オッケー。さあここどうしようかな。お、止まった。ここはナンパで打っていきましょう。いや読むのは違くね。ちょっと待って、これ、いややめて。抵抗。速回避読み、危な。なんとか魂の速回避読み決めて、オッケー、じゃんけん勝ちました。さあここはヤジロベで殴っていきましょうか。頑張れ。いいねいいね、結構火力出てるね。あー、ここは面切っちゃいましょうか、ナッパ。さあこれで必殺ぶち込んでいきましょう。頑張れ。あー、まあまあちょっと頑張ってる。オッケー、射撃は相殺して単発で抑えて、やばい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 、勘弁してくれ。射撃案振って、オッケー、釣れた。ここは特殊でしっかり特判取って行くぞ。頑張れ頑張れ。オッケー来た。これはヤジロベの交代禁止必殺ぶち込んでいきましょう。頑張れ、飛ばせ。よし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 、ワンチャールワンチャール。さあここはメイン切って、いやこれ最速取りたいな。これでも単発来そう、やばい。おい、なんか突っ込んできてくれた。さあここは必殺ぶち込んでいきましょう。オッケー、さすがにベジブル捨てですね。さあただメイン結構切っちゃったんでピンチですね。さあここはオッケー、速圧が入って抵抗ずっている。欲張って、よし、危な。今の欲張りちょっと危険でしたけど、オッケー、お相手さんがコウさんと3人とも活躍しすぎでしょ。この試合なんとか全員の能力を生かして勝つことができましたね。対戦ありがとうございました。さあ来ましたね、お相手さんは強大な敵パーティーダブね、強大な敵パーティーですね。さあここは各班ですね。これマジで優秀だな。いいね、カバチェン向こうもあるんでこのまま殴っていけると。さあコスト高くない、なんか。お、低くなった。さあここは必殺までつなげていきましょう。黙ってろ。オッケー、これナッパかぶせたいな、必殺。ただ気力が足りん、気力が。あとは俺が手。なんだそれは。勘弁してくれ、降参会。もうどういうことマジで。対戦ありがとうございました。さあ来ましたね、お相手さんは孫一族パーティーにベジットブルーピン刺しですね。いやベジブルきついぞこれ。ただナッパの色が刺さってるんで頑張っていきましょう。さあよろしくお願いします。 OK、 特殊ある。早い回避取らせて OK。 これ強いな、マジで優秀ですね。さあここは連続で打撃打って、さあここで必殺ぶち込んでいきましょう。頑張れ、ベジットブルー受けね。これ水属性キラーもあるんでね。水じゃねえ、青属性か。あとは
オッケー。待って、なんで今かぶせた。お、入ると思ってなくて、お相手さんも外してますね、ここ。さあ、ここは外して射撃撃って、いや、やらかした。今外して打撃でよかった。ちょっと待って、死ぬ。耐久なさすぎ、オッケー。なんとかベジータに変えて、死んじゃう。これ必殺だったら死ぬ。あ、ま、ただ踏ん張りがあるんです。ちょ、待って、落ち着こうや。単発出して、オッケー、釣れた。オッケー、これは入りますね。さあ、これはカバチェン向こうありますよ、分かってるか。いけ。いや、分かってるか。ここは必殺ぶち込んでいきましょう。メイン切りたかった。あぶね。さあ、こと交代禁止入れてます。いや、メイン切ろう。オッケー。これワンちゃん飛ばせない？頑張れ、ヤジロベ。おら、ナイスすぎ。さあ、ここはバリ回復も優秀ですね。メイン切ってきびっくりか。速回踏み、いや、速圧でよかったか。けどこれは、あ、終わった。あ、ここメイン来そうだな。タックルいっちゃった。でもタックル危ない、いってなかった。ラッキー。さあ、ここはナッパで殴っていきましょう。強い、ナッパ強い、マジで強い。え、何こいつ、ガチで強いんだけど。ぶっ飛ばした。これ飛ばせるでしょ。ナイスすぎ、マジで。さあ、ここはメイン切って、オッケー。タックル見えたんで突っ込んで、これ行くでしょ。だって、え、強くね、ナッパ、マジで。おら、ナイス。かわいい。さあ、来ましたね、お相手さんは龍拳にめちゃめちゃ全火薬乗せた孫一族パーティーですけど、なんか一番右にナメック星人いますね、ちょっと優秀そうな。さあ、よろしくお願いします。速射いっちゃいましょう。 OK。 さあ、ここ外そうか。 OK、 出てくる。いや、これ出てきそうだな。ここでも外しましょうか。出てこい。いや、それはやられたわ。これどんくらい食らう。いや、食らいすぎね。 OK、 最速取れた、ラッキー。さあ、ここは連続打ちして、これ繋がる。頑張れ。おい、なんか繋がってないけど、なんか入った。よし、どういうこと、マジで。なんで入った今の。お、特殊に甘い。え、なんか突っ込んできてくれた。さあ、ここは OK、 ナッパのカバチェン向こうでしっかり殴っていくと、ここは外して特殊打ちましょうか。 OK。 さあ、ここは必殺までつなげていきましょう。頑張れ。くらえ。おら、ナイスすぎ。ここは範囲特殊。え、ボットこれ。ボットかな、これ。ボットかどうか試しましょうか。ここは外して打撃打ってみましょう。え、ボット、マジで。これでも入ったらボットですよ、さすがに。ボットじゃないよね。はい、今ので分かりました。これは絶対にボットじゃありません。もう一枚打撃来い。もう一枚。オッケー。ちょ、待って、強くね、このパーティー。やっぱ耐久はないですけど、火力めちゃめちゃあるんで、噛み合ったらめちゃめちゃ強いですね。対戦ありがとうございました。さあ、来ましたね、お相手さんは宇宙サバイバル編パーティーにウルトラベジットピン刺しですね。さあ、よろしくお願いします。いいね、特殊ある。早い回一人対 OK。 さあ、これは確定ですね。いや、これがサルベジの強いところですよね。いいね。さあ、ここはナッパで殴っていきましょうか。いや、全然、え、なんかコスト高っ。最速取りたい。打撃アン振って、にゃん。え、遠距離。ちょっと待って、打撃アンだったら釣られてたんですけど。おら、頼む。いや、負けるか。いや、929は弱いよな。ちょっと待って、死んじゃう。吹っ飛ばされる。あー、これどうしようかな。ヤジロベで受けますか。回復できるんで。怖いな、タックル回避。なんだ、ぶっ放してきた、ラッキー。さあ、ここはサルベジで殴っていきましょうか。これ打撃ドローも優秀なんですよ。いいね。さあ、青属性キラーもあるんですが、ここは必殺でいいでしょう。ゴルフ流系か。おお、いい火力です。出すね。さあ、特殊交代ムーブ釣れないか。打撃アン振って、やばい。え、待って、危な。え、何、ラグ。いや、危ない。早い回一人対、オッケー。これ強いな、マジで。これカバチェン向こうもあるんで、安心して殴っていきますね。ベジータ受けか。
さあこれライジング溜まったんですけど、どうしようかな。あと1枚引けるか。 OK、 HP 半分以下までいったら矢次郎兵衛の必殺までつなげていきましょう。いけ、いいね。それ今の交代禁止でしたからね。さあここメイン来るか。来ないのか。打撃キャン振っちゃってやばい、危な。これさっきも同じ展開でしたね。さあここかぶせたい。 OK、 射撃はしっかりかぶせていきましょう。これ落とせるか。火力、いや必殺でいいや。あ、落とせるな。全然いや読まれる、マジで。おー、すごいタックル来た。いいねいいねいいね、そういうプレー僕大好きだよ。手こずっているようだな。ここは、お、出てきちゃったね。さあここは究極ぶち込んでいきましょう。怒ったぞ。頑張れ。逃がさんぞ。強い。え、何今の。バカ強いやん。サルベジ二突ですよ。さあ突っ込んでこい。ここは交代ムーブが面切っちゃおう。 OK、 なんとかこれでコンボ取れますね。いいよいいよ、矢次郎兵衛くんも活躍してるよ。これバニ回復もめちゃめちゃ優秀ですね。さああと1枚引けるはず。必殺引いてこい。打撃か、まあしょうがない。これナッパのメインってなんだっけ。あ、そっか、確か必殺呼んできたな。え、待って、最速だったのになんで、なんでだけど、これはサルベージで受けましょう。踏ん張りあるんでね。待って、強い、痛すぎだろ。火力はあるけど耐久はないっていうね。ただ踏ん張りあるんで OK、 これは早い回避なんで確定ですね。いいね。さあ青属性キラーも見せつけていきたい。いいねいいねいいね、普通に入ってますね。青属性にしてはめちゃめちゃ入ってる。さあここはどうしようかな。メイン切っちゃってこのままつなげていきましょう。いいね。さあここで矢次郎兵衛に変えて、いいね、ここは必殺ぶち込んでいきましょう。いや、矢次郎兵衛の気力回復と必殺ドローめちゃめちゃ優秀ですね。 OK、 さあこれ逃げ切りたい。回避見て必殺で OK。いいね、全員大活躍でしたね。このヤンジロベー様に勝てるわけねえんだわ。かわいすぎ、このヤンジロベー様にって言ってますね。対戦ありがとうございました。ということで今回はサルベジを入れたサイヤ人編パーティーで遊んでいきました。サルベジ2突だったんですけど、範囲特殊からのカバチェン無効だったり、ウルベジをほぼワンパンしたりなどめちゃめちゃ強かったですね。やっぱり使っててヤジロベイとの相性がめちゃめちゃいいなと感じたので、皆さんも使うときはぜひヤジロベイくんと一緒に組ませてみてください。それでは今回はこのくらいで終わります。では